おはようございます。今日は令和2年、10月1日木曜日です。今日はこの私の箕面の、桜井にあるトレーニングスタジオから動画を撮っております。今日はせっかくですのでトレーニング器具を用いた、トレーニングを紹介したいと思います。今日はブルガリアンサンドバッグというのを使ったトレーニングをやってみたいと思います。それでは、はい、ブルガリアンサンドバッグですが、うちで使っているのは8キロと、12キロと、16キロ、ね、この、3つを用意しております。今日はそうですね、8キロ、まあ大体女性とか、筋力にねあんまり自信のない方は8キロぐらい、もっと軽くてもいいぐらいですけれども8キロ使ったりします。で、少し、中上級者ぐらいになってきたら12キロぐらいかな。うん、で、まあ、16キロをね、扱う方あんまりいないですけれども、まあ、16キロ慣れてきたらチャレンジするのもいいかと思います。ね、プロの格闘家とかね、筋力に自信のある方は、20キロ以上をね、こう、扱ってトレーニングしている、場合も多いです。まあ、今日は私は何キロにしようかな、16キロでちょっとやってみたいと思います。はい、はい、16キロのこのブルガリアンサンドバッグを用いて1つ目、マウントエスケープっていうのをやります。まず仰向けで寝ていただいて、このように持った状態で、ブリッジして体をねじります。1、2、3、4、5、角度変えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よし、こんな感じです。はい、次2種目目、はい、はい、12キロ担いで、スクワットジャンプです。1、2、3、4、5、角度を変えて6、7、8、9、10、はい、次3種目目、今度はランジステップというやつをやります。はい、16キロね担いでこの状態から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次はブルガリアンサンドバッグを担いで寝た状態から起き上がる、ゲットアップかな、やってみます。はい、こう抱っこして、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、はい、こんな感じです。はい、次はデッドリフトをやります。はい、ここに持ち手がありますので、これを持って1、2、3、4、5、はい、横の面で、はい、1、2、3、4、5、はい、こんな感じです。はい、今5種類ぐらいブルガリアンサンドバッグを使ったトレーニングを紹介しました。いろいろ工夫することでいろんな体の部位に効かせることができますし、非常にいいトレーニングになると思いますので、また第2弾もやってみますので、また見てください。以上です。それじゃあ。